ゲオルク・フリードリヒンプロイセンは、プロイセン王室であったホーエンツォレルン家の家長。最後のドイツ皇帝ビルヘルム2世のヤシャゴ。祖父ルイ・フェルディナント1世の死後、家督を相続した。ゲオルク・フリードリヒは1976年6月10日、プロイセン王家家長の皇帝推定相続人、ルイ・フェルディナント2世とその妻であった、ドナータ2。 カステルリュー伯爵令場との間に長男としてブレーメンで生まれた。1歳の時にルイ・フェルディナント2世が軍の訓練中に事故死したためゲオルク・フリードリヒはプロイセン王経過長の法廷推定相続人となった。ブレーメンとウルデンブルクで中東教育を受けた後彼はクレガーモンドカレッジを卒業した。スコットランド滞在中の1994年に ルイ・フェルディナント一世が死去したため、ゲオルク・フリードリヒは、プロイセン王家課長となった。バイエルン州の山岳部隊で2年間の兵役を終えた、後、ゲオルク・フリードリヒは、旧東ドイツのザクセン州にあるフライベルク鉱山、工科大学で経営学、経済学を学んだ。現在は、ベルリン在住で、父方の祖母、キーラ・キリロブナが設立した、キーラ王女財団の理事長を務め、他に、 ヘッセン州知事らと共に、ドクマイ・クラブ連盟の名誉理事に名を連ねている。ゲオルクフリードリヒは、プロイセン王家の団系子孫として、プロイセン王子の称号を、ドイツ皇帝くらい及び、プロイセン王位の継承者として、殿下の継承を持つほか、プロイセン側のオラニエ皇位継承者でもある。また、1442年に、ホーエン・ツォレルン家とメクレンブルク家の間に結ばれた、 ビトシュトック条約により、フリードリヒ・フランツ5世の死去によって断刑が断絶したメクレンブルク家の2つの対抗くらいとメクレンブルク・シュベリン家の継承者であるとみなす人もいる。ただし本人はこの称号を主張したり承認したりはしていない。ドイツ人は祖国を君主制に戻すことについて考えるべきです。私はそれが起こるだろうと確信しています。 と発言するなど、ドイツに君主制を復活させようという趣旨の主張をしている。自身がドイツにおいて政治的な役割を持とうとはしておらず、あくまで立憲君主制の樹立を目指している。ゲオルク・フリードリフト、妻ゾフィー2011年1月21日、イーゼンブルク高家課長、フランツ・アレクサンダーの娘で、幼馴染みのゾフィー・フォン・イーゼンブルクと婚約。8月27日に、 ポツダムで結婚した、ゾフィーヒとの間に三男一女を設けている。ありがとうございます。